2024年8月14日 DeNA 戦、先発の床田選手は立ち上がりから球が高く打ち込まれ、1回に1失点、粘っていたものの4回に2点を追加され5回で降板。打線は要所で併殺に倒れるなどチャンスを生かせず2点ビハインドで9回に入るも、菊池選手に逆転スリーランが飛び出し劇的な勝利となったね。負けたと思ってしまう。そんなカード勝ち越しとなった一戦にファンの反応はというと、最後の最後でさよならホームランありがとう菊池選手、ピースナイターでの勝利嬉しいですね。床田投手からの中継ぎ投手陣の無失点リレー報われてよかったです。激アツすぎる。ビハインドからのさよならって胸に残るし熱くなる。ピースナイターにふさわしい試合だった。9連戦のラスト最高の勝ち方でした。勝ったんかい。優勝したらマジでターニングポイントになる試合だわ。今日のヒーローは通算302塁打達成と逆転さよならスリーランの菊池です。ピースナイターの日に勝ってくれて本当にありがとう。併殺だらけで気分めっちゃ下がってたけど菊池が見せてくれた9連戦の最後最高な気持ちで終われた。 100% 負け試合の流れだったところに9回裏に逆転さよならスリーラン、菊池最高すぎる。なんだかんだ3失点でしのいだことがこの勝利を呼び込んだと思う。ありがとう菊池、ありがとう救援陣。今日みたいな負けムードから勝てるってマジで優勝できる時のチームじゃん。菊池コント神だわ。絶対今日は負けたと思って最後は見てませんでした。素晴らしい勝利ありがとうございます。菊池選手ありがとう。そして救援陣も。そして粘って3失点に抑えた床田選手。そして守備陣全員揃っての勝利だったね。負けたと思ってしまう。それだけじゃ。今日は勝利の余韻に浸りながらいい夢見られそうだね。ということで、劇的な逆転さよなら勝利した一戦でした。